はい、短期決戦です。10月20日7時3分です、第235回ロト7の結果を発表していきたいと思います。ロト7、ちょっと待ってね。か3はないね。これもったいないな。4個なんだけどな。3個。これはね、これが1000円。3個当たりでもさ、
ダメなんだよね。9、18、34、20。インディコさんはこっちどう。あ、ダメだ。13。これ1000円だけだね。33、34。結構際どいんじゃないこれ、ね、一歩間違ったら33がないんだろうね、頭から。これ結構際どくね。3が2で14が13で23が21で24が33だったり。いや結構際どいなこれな。それで1000円だからね。ああそう、2はオレンジのとこだね。29もオレンジのとこだね。13ね。18ね、オレンジのとこだね。21、21。ああ、鉄板33。3が出たんだなこれな。あ、3はね、3はチェックしてたんだけどね。34、3だと思ったんだよ。この3、3は何か使ってた。あ、ボーナス数字で3使ってんのか。3ね、3だと思ったんです。この1のくらいの33だとは思ってたんだけど、ボーナス数字だったね。ボーナス数字を一生懸命追いかけてはいけないんだよな。3と13と33。2と13って組み合わせちょっと難しいからな。33が難しかったね。オレンジ、大体オレンジ色で3がちょっと4と5が来そうだったんだけどな。4と5は来なかったね。4、5は空振りしてんだ。4号が空振りしてるからさ、邪魔な数字になってる。4号、3だったらさ、23あるんだけど、23はどうなる。ダメなんじゃん、前回の数字だね、23。21ってどうやん。あ、23ね、2回出てるからね。2と3と9と14はどうした。14が13になってるのか。2と3と9はどうした。9どこから出てきたんだろうねこれね。9ってね、6回中2回出てんだよ。過去の9、9、13、13、18、18ってどこから出てくるんだろうなこれな。使ってないから18が出てきてるんだよね。21はここら辺で、耳色と21はね、なんかね、あ、11、21って使ってんのか。33の本当ど、33どこから出てきたか本当か。34が、34の連れだ、これ。ボーナス数字34の連れだよ。そういうことか。21どこから出てきたんだろうな、これな。でも、使う数字だからね、21。33はちょっとね、13、33だったんだけど。29?239?3はいらないわ、ボーナス数字とか。
サンキューってやったのがあれだよね、終越だよ。終越っていう言葉ある。優秀サンキュー。これ13にすればね、5個、4個とボーナス数字だったら何だ。4個とボーナス数字だったら何だ。ないのか。1900円か。4個いってても1900円か。あー、5個いってさないと話にならないんだな。結構似てほしいよね、これ。まあ、1000円。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。